ホセマリア・ヒメネス・デバルガスは、ウルグアイトレード出身のサッカー選手。ウルグアイ代表。アトレティコ・マドリード所属。ポジションはディフェンダー。2012年11月17日、17歳で、ウルグアイプリメイラ・ディビシオンのダヌービオ FC で、プロデビューを果たす。アトレティコでのヒメネス2013年4月25日。 スペインのアトレティコ・マドリードと90万ユーロで契約し、2013から14シーズンのプレシーズンから加入することが明らかになった。9月14日、UD アルメリア戦に先発出場し、アトレティコとリーガデビューを果たした。2014年12月6日、アウェーでのエルチェ CF 戦でクラブ初ゴールを決めた。また、2015年1月のコパデルレイで、 レアルマドリード相手にヘディングゴールを決め、勝利に貢献した。2018年6月13日、アトレティコマドリードとの2023年までの契約延長が発表された。2019から20シーズンから、背番号24番から、同郷の先輩であるディエゴ・ゴディンのつけていた2番に変更。また、コケ、ヤンオブラクに次ぐ、第3キャプテンに選ばれた。 ウルグアイ代表でのヒメネス2013年6月、トルコで開催される 2013FIFAU-20 20ワールドカップに向けウルグアイ U-20 代表から招集を受け参加した。7試合すべてに出場し、決勝進出に貢献するも、決勝ではフランス U-20 代表に PK 戦で敗北した。2014年6月、2014FIFA ワールドカップに、 コスタリカ戦を除く全3試合に出場したが、チームは2勝2敗の成績で大会を後にした。2014年9月8日、韓国代表との親善試合で代表初得点を決めた。2018年6月には、自身2度目となる 2018FIFA ワールドカップロシア大会に参加した。アトレティコ・マドリードで共にプレーしているディエゴ・ゴディンとコンビを組み、 グループステージのエジプト戦では試合終了間際のヘディングによる得点でチームを勝利へと導いた。準々決勝のフランス戦では敗北したものの2大会ぶりのベスト8進出に貢献した。コパアメリカ2019では大会ベスト11に選ばれた。国際 A マッチ49試合7得点。ありがとうございます。